いやすごいね。すごいね。じゃ大変やったね。じゃあ、いやそうなんだからね、喋れなかったんだよ、うん、しばらく。いやでもほんまお疲れ様。え、合宿ってどんぐらいなん期間？もう2週間ちょいとかかな。2週間？いや2週間だったよ。いやでも嫌だったのが布団が、うんうん、なんめっちゃなんか山奥のとこで教習したんだけど、はい、めっちゃダニいた。あーそれ辛いね。えからもう足にさ、そっか10個くらい噛まれて、両足含めて、うん、それ普通にちょっとしんどいね。しんどかった。だからアレルギーある人とか大変じゃないですか。え、なんか変えてくださいみたいな、お布団変えてくださいみたいな、そう言って。でもなんか、うん、もうほんと山奥だから、うんうんうん、お部屋に虫とか全然出るし、まあ、そもそもね、うん、カニもいるしみたいな、うん、カニおるん？え、カニいた。すごい、川があるってこと？え、そう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 、川とかもあったりとか、なんかね、カニ…え、ちょっと楽しそう、うん、え、すごい、カニもいっぱいいますし、みたいな。2週間って思うとちょっと長いな。3日間やったら虫おっても全然、え、そうそうそう、2週間しなかった。楽しいキャンプ感覚やけど、え、でも途中からなんかだんだん虫慣れてきたんだよね。すごいね、虫かみたいな。このぐらいちっちゃかったらまあ別に、みたいな。え、なんかマジちゃん夏らしいことしてるな、ちゃんと。いや、よかったよ、結構。ねえ、私なんて多分夏何もしてないよ。何してたの逆に？全然寝てた。もう部屋から出たら負けやぐらいの勢いで寝てた。全然夏バテしてさ、多分もうほんまにあのね、あのコンビニも行ってないね。そんなレベル？マジで引きこもってる。へえ、うん、申し訳ないけどちょっとね、必要な時はあのウーバーにお願いして、はい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 、食品とか、まあまあね、でも飲み物とかはもうさ買いだめしてあるからさ、もうそれで。あーやばいね。え、でも私ももし何もなかったら多分出てなかった。外マジで今めちゃくちゃ暑いよね。36度とか8度とかでしょ。そうそうそう、意味わからない暑い。やばいよね、紫外線強いしね。やばい、もう出るとき日焼け止め塗らないと絶対に焼けちゃうし。この間配信したときにさ、なんか動画とか配信ってちょっと声張るじゃん。うん、日常の喋り方よりもちょっとさ、マイクに声だ乗せようと思ってちょっと大きい声出すじゃん。そうね、全然さ、もう外にも何も出ないからさ、大きい声とか出さないから、うん、もう配信した瞬間にめっちゃ喉むせたよね。初手。久しぶりすぎて。そう、大きい声出すの久しぶりすぎて、もうリスナーさんにあの挨拶した時にバレバレみたいになって、ごめんごめんごめんとか言って。え、めっちゃ重症じゃない？もうほんまにやばいね。早く夏終わってほしいなって思います。夏の。いやでも私も夏あんま好きじゃないんだよね。だ子供の時とか、うん、なんかもうちょっとね涼しい時は好きだったけど、最近ちょっと本当になんかしんどい。なんか爽やかな夏みたいな感じじゃないもんね。そう、命を刈り取る夏みたいな時だよね。いやでもマジでそんな感じだと思う。ね、え、合宿暑くなかった？え、めっちゃ暑かったよ。でも除湿とかしたりとかクーラーめっちゃやってたから、もう喉もやられるしみたいな。うわー、で外出たらマジでもうなんか溶けちゃうんじゃないかくらい暑くて。いや体調崩さず頑張ったわ。チョコレートだったら溶けてますからね。私溶けてたよ、なんならマジちゃん合宿の間全然家で溶けてた。よかった、戻ってきてくれて固まってくれてよかったよ。小屋取ろうって言われた時にちょっと人の形取り戻したわ。あ、よかったよかった。うん、ずっとさっきまでちょっと私溶けてたからね。あ、本当によかった。本当に溶けてた。よかったよかった、解凍してくれて。解凍ってか冷凍やね。そうね、あそこで。車めっちゃ走ってるな、うん、ね、走ってるしめちゃめちゃ正面でバチバチやってるね。行ってみる。これか強そうだぞ。あ、車の音。やばいやばい、引かれる、やばい、引かれる、あぶね。車は割ったけど、あの降りてる木の裏だ。あ、ごめん、この木の裏の人、これナイス。あともう一人、どこだろう、どこだろう。後ろにも車いる。オッケー、これ仲間かな。降りてきた。マジちゃん頑張れ。元気だと。いや、よかったよかった。ナイス、あったよ。エイムつよつよや。ありがとうございます。免許もおめでとう。ありがとうございます。路上30回ぐらい乗ったり呼んで、ファーストドライブはブヤちゃんに決定。絶対嫌だ。めっちゃ貯められた。
もうこれで喉痛めたわ。